はい、えー、2022年3月の公室です。3、4年生いきますね。えーと、この青い表紙のものです。参考にしてください。はい、では早速いきますが、そうですね、結構混み合ってる字が出てきてますね。4年生習ってるのかな、こういう字は。結構難しいけどね。はい、では行ってみましょう。もし習ってなかったとしても、そっくりに書けばいいだけなので、はい、覚えちゃいましょうね。 はい。一マス上を開けておいて、揃えていきます。食事をですね、食事の食。食という字は、ここがすごく大きい感じしますね。このと角度が大きい。ね。そして、この最終格、ストンって落とす。これは、落としすぎてない。これよりも上がってるよねっていうところをチェックしおいてね。はい。まずは、中心から入ります。ストーン。 はい、そして右ここは右の払いは？あんまり下がりすぎなくていいです。これがビヨーンって下がってくると重すぎちゃう。まだ下にいっぱい続きますから、このぐらい上がりっぱなしでオッケーですよ。で、しっかり入れて下に引きます。ここで大事なのはくっこうやって置く。これだけじゃないです。こう。やって でしっかり置いたように見えるけどこれだと全然何にも気質がない状態ですよねそうではなくてドンと置くんじゃなくてこっちに引くだけです引いて止まって下にこういう感じこれがここに来るといいですねはいでふわっとさせてゅ。このキュってしたところが力の強いところです トントンこ全然力入ってないですよ今のところスッスッって引いただけねそしてふわっとさせといてここでも力を入れてぐっときますでこちらもここも力入ってますがスッと一度抜いてくださいそしてそこからこうつながるようにこう落ちてきてでも落としすぎないここでちゃんと見ること落としすぎないよっていうところ確認してから右。 っていう風にやっていきます込み合ってるところの横の線っていうのは力をねあまり入れないようにするといいですねはいそしてこちらもそうですね込み合ってますよねぐ、ここはちょっとあのねぐいっていう感じのこういう反りがあるような線なので少し強めなんですよでこちらもしっかり入れてから短くはい力抜いて細く力入れてぐっと内側へ短く ここ大事ですよね混み合ってる時に縦が長ければやっぱりここね上限がありますから入らなくなってしまいますねなるべく横を細くして縦は影響ないので太くあ影響ないってそういうことじゃなくてねあのここねあのちょっとねあの長くしてしまうとねよくないですよねだからキュッとしっかり締めるんだけど短くそうですねはい。 こちらはふわっとさせてこここもキュッこんな感じですね、はい、ここはしっかり置いてふわーっとこのちょっとふわっとさせるようなところっていうのはうんとこう調節しながら上に上がってこれるといいかなぐっと置いてビーってまっすぐしか描けないようだとこれ結構同じ太さでグーっていった感じねこれね。それを こ,この隙間ここの隙間っていうふうにちょっと合わせに行きたいなぁと思いながらこう上がってくるといいですで閉じると思ってはいそして頭をこれもドンって置くんじゃなくてキュッてこう引いてあげる引いて止まってこうねそうするといいですねはいこうはグイッとここは太く短く左へ行ってストーン 落としますでこちら横に行くようなイメージでふわっを、はい、ですねきゅっとこれもねひらがなの第1画目ってこういうグイっていうの多いですよねそしてちょっとだけカーブさせて止まってあげると柔らかくて素敵です。ろキュッとしてはいここが長いところ。ロ かですね、左にこの斜めの感じをねしっかり作ってあげてくださいねそれを支えます2はちょっとこれをあの左側の棒をね長めにしておいて上下が開くと綺麗ですねここの部分ねしっかり。しでグイッとして。 ふわっとしてからまたキュッとしますはいこちらも少し長めにしておいて上に向かって跳ねたら近くからもらって横を結構しっかりめにしてはい上に移動したら早めに曲がりますここ下につかないうちにちょっと早い段階で曲がっておいてトンはいまたなんかごちゃごちゃ下地が来ましたね まずストーンでこれを下の方に向かうようにしてこれも短いですよねで線の質で言ったらちょっと小さくからぐーっと太くなるようなイメージ付け根ちょっと小さめあの筆で言うなら小さめって感じですねで力が下に向かって強くなってるよっていうところですそしてこれねここけんを後にしますのこっち側は さっきの食事の字でねやったところと一緒ねふわっとしてキュッかなりキュッって締めてますよで下から上がりますで閉じるで12って書いたら上からこれもほら引いて止まってきますよね。そしたらここに空気が今作っといたので。 こに入れていきますキュッと入れてドンどン下がって横にスッとしてはいそこからヒストーン健康の剣ですねはいこうもありましたねこちらはいはい引いて止まって下にスッとこの感じでこういうとこ大事ですよでこの 二画目の下につけるような感じま、ねはい、また来ました来しふわっとしてきゅ。今回これですねふわっとしてきゅできるかなっていうところですはい頭出して出してっていうのは長さを出してっていうよりはこの気質しっかり出してってそんな意味ですねはいドンこういうとこ大事に方向よく見ましょう横に貼ったらスッ こんな感じでね横あんまり下がってこないでっていうところですストーンここはストーンって言ってるけどあんまりやっちゃうとダメですここがこの V 字が取れなくなっちゃうのですね落としすぎには注意ですがこの V 字を保った状態でここで自由に動きたいのでこの辺の感じあんまり詰まりすぎると難しくなりますよねそこをねうまくやってくださいはいまた歯ですね トントン。はい、タイ行きます。えっ、ー、と12。この時も左が長くなるようにしたいから、1画目がぐいっと上がって2画目中心に近いところ、そして柔らかく始まってぐーっと強くなります。そして折り返したらまた優しくからぐっと強くなってっていう感じですね。 はい、もうです。真ん中の線に沿うようにこういう感じひょうたんのようにぐーっと膨らんでますねでここで一度止まってよいしょこんな感じですで下がって下がって両方下がって大丈夫ですかなりふわーっとした感じですよねはい、でもうしっかりここを止まってあげるといいかな手ですキュッとしてふわっからのキュッてまたねなってますね はいなです12他の時と似てますが長さがちょっと違うだけねここからトントンはいいいですねはい力加減が難しいですがこちらも優しくから強くなるっていうところをしっかりやることとあと長すぎると難しくなります比率が変わってしまうのでちょっとね横幅足りなくなっちゃうっていうのもそうなので気をつけること とあとはこの斜めのラインをねやっぱ作りたいのであんまりこう下にこう立ちすぎないようにねっていうところね注意してください。はい年年年生3年生4年生 こうね、カカッカって早く書く癖がついちゃってる子もいるのであんまり急がんないんでねあの気質しっかりねとかあのよく確認してからの払うんだよとかやっぱそういうところ早いとねうーん惰性が何だろうなうんあんまりね良くないですねよーく見て考えて確認しながらいきましょうね。 3,4年生も頑張ってください失礼します